みんな元気？ああ、なぎさ、どうしたの急に。今ね、実家のそばなんだ。ああ、戻ってたんだ。会えないかな？いいよ、暇持ち遊ましてたんだ。じゃあ、青ヶ引公園に1時間後は？いいよ、1時間後ね。なにさ、私まだまだ結婚しないよ。なんだ、いい男見つけるのかと思った。私ね、しばらく親の住む感じって、20代の最後、優雅に過ごしたいの。羨ましいなぁ。私なんか、県内、低い土地への浸水や河川の増水、土砂災害にも警戒が必要です。また今夜遅くまで竜巻などの激しい突風、落雷、雹など急な天気の変化にも注意が必要です。マジでゾーッとしたわ。それで夢に出てくるのっていつも同じなの？そう、私に何か頼もうとしてるんじゃないかな。なぎさは霊感が強いから幽霊に耐えられるんだよ、きっと。耐えられても困るわ。ところでさ、タイムカプセル覚えてる？覚えてるよ。長野オリンピックの記念に埋めたんだよね。まだ掘り返してないよね。もちろんあれから20年だよ、20年。
もしかしたら出産のため里帰りとかだったらよかったんだけど。じゃあ夫婦喧嘩の末の里帰りとか。バカ、考えすぎよ。ピンポン、いい感じしてる。え、そうだったの。これさ、
昭和20年4月通り、松代の村議をしていた私の父俊一郎は、大本営松代移転に反対する代表として陸軍担当者と折衝に当たっていたのだが、ある夜のこと、特攻警察の安倍玄三に呼ばれ、そのまま消息を絶ってしまった。私は安倍に対し不信を抱き、水上山の保安事務所を訪ねたのだが、その場所がここだ。手帳をよこせ。欲しけりゃ自分の力で取ってみろ。面白いこと言うじゃねえか。
誰かと思えば諸屋の暇もか。お前に用はない。さあその娘をこちらに渡せ。貴様誘致を呼び寄せ何の真似だ。人殺しだと。それを多くも陛下の御蔵、そして大本営の戦意を妨げる国賊どもは人にあらず虫けらだ。虫を殺すのに何の躊躇があるか。Oh,